名古屋大学では大学院と学部合わせて4014人が門出を迎えました。卒業式は新型コロナウイルスの感染予防のため学部と大学院の式をそれぞれ2回に分けて実施、ライブ配信でも見られるように対策が取られました。3年生4年生ちょっとコロナ禍になっちゃってなかなかその友達と会えない時期とかもあったんですけど、こうやってみんなでね卒業式迎えられてすごい嬉しく思います。今日の名古屋大学の卒業式はホームページでも閲覧できるようになっています。